はい、FM宜野湾をご覧の皆様、こんばんは。名県の風は南からのお時間がやってまいりました。今日のゲストは鹿児島を中心に、シンガーソングライターとして活躍中の佐々木悟さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応実はですね、佐々木悟さんは私の玉流の後輩ということなんで、ささやんで今日はお願いしたいと思います。よろしくお願いします。早速ですけれど、今回はCD を出されたそうですが、ようやくということは1枚目ということですかね。そうですね、1枚目ですね。私はずいぶん昔から知ってる気がしますが、1枚目ということで、この度これがいつ正式にはあれですか、出されることになったんですかね。先行手売り分の先行発売が7月1日ですね、はい、で全国的に流通できるのが8月1日からという。8月1日からはじゃあ全国で販売開始というか、はい、そうですね、タワーレコードさんを中心に。皆さん8月1日からは全国のタワーレコードを中心に発売が開始されるということで、あとですね、はい、あと紹介しますけど、はい、プロデューサーの、はい、サイト、通販でも買えます。あ、プロデューサーのサイトが別に、はい、ササヤンの曲を売ってくれるということですね、はい、そうですね、通販でも取り扱いもありますので、後でご紹介させてください。はい、はい、じゃあそれはそういうことで、後でちょっと販売の方はいろいろと宣伝をしようと思いますけれど何はともあれ、ササヤンの曲を1曲目、聞いてみたいと思いますが、アルバムタイトルが腐ったはみかんということなので、はい、じゃあ1曲目は腐ったみかんでいきますか、はい、では佐々木さとるで腐ったみかん、どうぞ。どうぞ。腐ったみかんにはなりたかねえ、僕をすり抜けてゆく風はいつも何にも感じてはいないようさ、なのに僕だけがいつも眉を寄せ顔をしかめてるよ、抑えられない
はい、お送りいたしました佐々木悟さんのデビューアルバムのタイトル曲腐ったみかんでございました、はい。これはですね、もう僕も最初にアルバムを聴いて、めちゃめちゃいいなと思ったのはもうこの1曲目の、はい、この曲の雰囲気がまあ僕が一番好きな雰囲気だったんですけれど、これは大体いつ頃の曲なんですか、作ったのは。これはですね、32年前ですかね、19の時。ああ、じゃあ19、20歳の頃、ね、ずいぶん若い頃の、はい、じゃあ長く歌ってますね。そうですね、歌えてますね、まだ新鮮に、飽きることもなく。本当ですね、はい、なかなかそう飽きるような、あの普通は飽きますけどね。いろいろパターン、はい、変わってってるんですね、うん、なるほど。もともとこのアルバムの中では8ビートで演奏してるんですけど、もともとちょっとシャッフル系のアレンジだったりとか、うん、そういう曲だったんですけど、その並びこう見た時にシャッフルでやるよりちょっと8ビートで、うん、もうよりポップに、であとあのニューオーリンズ的な匂いもさせつつ、はい、うん、そうですね、あの影響を受けた好きなミュージシャンの、はい、今の清志郎さんとか、はい、そこら辺のちょっとタイトな匂いが出ればなと思って、うんうん、なるほど。まあニューオーリンズの感じもあればね、僕は、まあ、ウエストコーストの、はい、あの感じもあって、はい、それこそだから昔の感じですよ、その、はい、あのバーズとか、はい、あのくらいから、はい、ずっとウエストコーストの流れてくるような、はい、あの感じがしてですね、だからまあ自分の音楽シーンと同じようなところだから、はい、まあ、そうなったんだろうと思いますけれど、はい、あのこの曲自体を自分がこう今回アルバムになって、はい、出来はどう感じましたか。これは割と会心の一撃と言ってもいいんじゃないかなと。もう最初にタイトル曲を、はい、うん、アルバムタイトル曲を1曲目にしようというのはもう最初からある程度もう計画であったもんですから、うんうん、インパクトのあるあのつかみというか出だしでスタートしたくて、うんうん、で8ビートに最初ならないんじゃないかっていう話もアレンジャーとやったりしてたんですけど、はい、やってみたら綺麗に整ったんで、うんうん、またさらにこの曲が寿命が伸びたんじゃないかな。ああ、そうですね。僕もこれ聴いて、曲目聴いて、まあ1曲目ですからね、一番最初にみんなこう注視して聴くのは、まあこれはいいアルバムかもしれないと思うね。期待をさせる、その次の曲、その最初の入りの曲だったと思います。では、まあちょっとあの音楽の最初のその取っかかりっていうか、そもそもどんな流れから音楽の道へこう入ってだんだん本格的になっていったんですかね。一番最初どうですか。まあ歌うことはまあ、はい、幼い頃から好きだったんですけど、うん、でまあ高校の頃、まあ、バンドブームというものが到来しまして、はい、まあ、バンドみんな組む、みんなバンドやってるみたいな時代が一時期あって、はい、でそんな中で僕熊本の学校で寮生活だったんで、バンドをやりたくても楽器やりたくてもできなくて、はい、なかなか練習できなくて、うん、ボーカルをやってたりとかですね。あ、楽器がないから弾けないから練習できない、とりあえずボーカルで参加して、はい、でその高校を、はい、一旦2年の半ばぐらいで辞めたんですね、はいはい、で地元鹿児島に帰ってきて、うん、そこから本格的にアコースティックギターで曲作ったり、うん、カバーやったりとかいうような活動が、だから17の頃ですかね、はい、始まった感じですね。ああ、なるほど。じゃあまあ一回最初の高校でもやってたけども、はい、まあ、それはそうそう練習もできないからボーカルで参加したけど、ね、鹿児島に帰ってきてからはじゃあ最初なんですか、ギターからやったんですか。ギターでした。ギターで、まあ、とにかくメンバーがいないんで、はいはい、あの自分で弾き語るしかなかったんですね、うん、はいはい、なんか誰かの前で歌うってなると自分で弾かなきゃいけないし、うん、当時はもう本当にバンドブームだったんで、はい、ただ僕都合上、うん、その弾き語りのスタイルだったんですけど、はい、メンバーに恵まれなかったんで、はいはい、
で逆に珍しがられました。バンドだらけの中一人だけフォークのやつがいるみたいな、うん、音楽もフォークだし、うん、なんだこいつ誰もやってないんですだから、うん、あの時代が自分だけ10年ぐらいずれてるみたいな感じで、うんうんうん、割と便利に使ってはいただけましたね。あのどっかイベント、うん、野外のイベントとかで、うん、バンド呼ぶよりも一人でできるから機材少ないしってちょっと色合いも違うし、はい、ああちょうど便利で、じゃあちょくちょく出番が徐々に出てきたっていうことですね。出ました出ました、うん、で地元のラジオとかでも、うん、いろいろお世話になったりとかですね。なるほど。狙ってやってないんですけど、うん、本当はバンド結果本当はバンドだよ、ね、なるほど。でどん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 一人でできるようになっちゃったんで、はい、もうより一層メンバーが集まらなくなる、うん、また一人でできてるじゃないいいじゃないまあそんな頃でしたよね、はいはい、昔はね。そうです、うん、いやまあまあ音楽少年がそこで誕生してコピーしたり、はい、ちょこちょこ出番が来たりしながら、はいはい、なっていったと、だんだんミュージシャン的になっていったんですね。そうですね。で、うん、そこら辺でまあそのコンテストで賞をいただいたりとか、うん、でいろんなところでお誘いもいただいたんですけど、はい、なかなかあの自分が、うん、その当時腐ったみかんっていう曲でちょっと誘われたりしたことはあったんですけど、腐ったみかんを僕は一生歌っていけるんだろう結局歌ってるんですけどね、もう30何年タイトルもタイトルだし、まあ、だからもうそろそろもうこういうところで落ち着いてきた感じですかね、ようやく。なるほど。キャリア30年で。ああ、面白いですね。じゃあまあ結局腐ったみかんのこのタイトル曲っていうか、はい、ずっとその頃からまあ歌ってるってことですね。もともとそのマスコミとか、うん、無責任な報道とかを批判、うんうんうん、批判的な曲だったんですけどね。はいはい。なるほど。うん、まあでも その当時はね、僕も大体そんなようなもんでしたけど、そうですか、そのまま、はい、しかしやっぱりね、歌い続けてきたっていうのは良、ね、はい、かったですね、その、はい、この旅の初めてのアルバムのタイトルにまでなったということで、はい、わ、はい、かりました、はい、じゃあせっかくなんで、まあ、話も面白いですけど、曲もいきたいと思います、はい、2曲目は、このアルバムでも2曲目のあのこの曲、ちょっと先にご紹介を簡単に。とりあえずごめんという曲。とりあえずごめんという曲ね、はい、あの男子が彼女に頭が上がらないというようなことがテーマになっておりまして、うんうん、なるほど、頭が上がらない、はい、若い頃は、ね、女子にはもうごめんと。そうですね、じゃあとりあえずごめんということなんですね、はい、それではお聴きいただきたいと思います、佐々木悟でとりあえずごめん、どうぞ。
祖先だけの、あの番組、特集の番組ですから。恐縮でございます。続いて、まあ、第2部ということになりますけれど、まあ、腐ったみかん、はい、とりあえずごめんということで、はい、参りましたが、今回のこのアルバムのプロデューサーはどなたでしたか。はい、東野住忠だと申しました。東野さんですね。はい、東野さんも玉流ですよね。そうです、玉流で、自分らあの、はい、高校をそれぞれ途中でやめて、はいはい、入り直したんですね。入り直し組なんですね。はい、入り直した時に一緒の学年、同じタイミングで一緒になりまして、あ、そこが、じゃあ2人の出会いは違う高校だったけど、玉流高校でに入り直したということで出会ったと。出会いましたね。ああ、はい、それはね、そこから始まった付き合いが、まあ、奇遇な形でこうなりましたね、今回はね。そうですね、彼もね、今はちょっと前、はい、自分のペースでやってますけど、うん、一時期ポーンと、はい、あのテレビとかでだいぶ活躍してましたしね。なるほど。で、刺激も受けましたし、はい、うん、じゃあまあ付き合いはずっとあったけれど、はい、彼の方が、はい、東野さんの方が、はい、先にそういう、まあ、東京へ出て、もうメジャーでデビューして。メジャーは何ていうバンドで出たんですか。いや、彼ソロアーティストで、はい、彼のデビュー曲は君とピアノとですね、うん、そこからいろいろと、まあ、何曲かリリースしてですね、はいはいはい、で現在も東京にいらっしゃる。はい、今は自分のレーベルを立ち上げて、ラーメン屋さんを経営しながら、もう自分で好きなペースで好きなような音楽を展開してますね。彼はもう好きにできるんですね。はい、あのラーメン屋さんは何ていうラーメン屋さんですか。品そば玉流という。品そば、品そばはいっぱいあると思いますが、品そば玉流と、これも玉流がいいですね。ちなみに、はい、あの今日冒頭でも申し上げましたけども、はい、東野住忠と検索して品そば玉流で検索して、うん、そこら辺に僕の CD も通販の片隅にラーメンと並んでありますんで。なるほど、それは面白いですね。ちょっと送料はあの負担していただかなきゃならないんですけど、はい、そこでもお気軽に。なるほど。でラーメンも通販ありますんで。ラーメンも売ってるし、東野くんの音源も売ってます。あ、売ってます、はい、腐ったみかんも売ってます。ラーメン屋なのに腐ったみかんが売ってるっていう。そうですか、はい、じゃあ東野さんと今回、まあ、ちょっとあのメンバーも見させてもらいましたけれど、はい、大体2人でやってるような感じですね。そうなんです。あのその東野住忠くんがプロデュース、はい、アレンジをもう担ってくれてですね、うん、はい、お世話になりました。あの2曲目のさっき聞いたそのとりあえずごめんが、はい、あのレゲエ風だったと思うんですけど、はい、あれがだからあのいい感じっていうか、私的に言うと私が好きなタイプのレゲエっていうかね、はい、あの、まあ、日本人好みの、はいはい、あのそんな強烈なビートを聴かすんじゃなくて、こう、はい、軽く裏でピッピッとチャ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 ってこう入るっていうのが、まあ、すごく僕も好きなんですけど、はい、あれやっぱり東野さんがこうアイデアがあったんですか。もともとはですね、はい、16ビートの、うん、もうちょっともう粗雑な感じになってたんですけど、どうも収まりが悪いなということで、いろいろ考えて、一時期この曲自体がボツになりかけてたんです。あ、なるほど。ただもったいないなと思って、こういろいろ考えてる中で16ビートがいつの間にかレゲエに落ち着いてたっていう、うん、よくあるパターンですね、はい、詰まってですね、もう行き詰まって、どうしようかと、これちょっと裏行ってみるみたいな。あ、レゲエ人たんじゃなくて裏行ってみるかぐらいから入ったんですね。あ、なるほど。まあでもかなりね、いい感じで軽くて、はい、まあ、タイトルもとりあえずごめんだから、まあ、とりあえずこんな感じで、ね、ちょうど良かったと、僕的には、はい、まあ、思いましたけど、次ちょっとまたあの先に曲をね聴きたいと思うんですけども、はい、あのナスカの大空っていう曲があって、はい、これも僕もタイトル最初こう見ながら、まあほら普通は腐ったみかんであったり、とりあえずごめんっていうのはね、はい、このなんか余剰反転というか非常に近いところで曲がこう進行していってると思うんですけど、まあ、僕もそうなんですよ。もう僕らもっと狭くてですね、はい、コーヒーのこう喫茶店のテーブルぐらいで世界観があるぐらいの曲が多いんですけど、はい、あのちょっとその意味ではナスカの大空は色合いがタイトルからして違いますが。そうです
ね、これはちゃんとモデルになる、うん、これも玉龍高校の時の同級生が、彼女連れて2週間ほど家出しちゃったんですよ、ね、その時に何とか頑張れという、うん、その2人に対する応援歌なんですけど、はい、その時に授業英語の授業でやってたのがナスカの地上絵 その英語の時間中にこう授業中に歌詞書いたんで、うん、あそこからきっとその2人も自由にね、うんうん、羽ばたきたいんだろうなって、あただ頭の中にちょうどその英語の授業のナスカの空っていうのがバッと浮かんで、あ広がったって感じですね。あそうですか。あじゃあその2人の応援歌が、はい、たまたま英語の授業中にナスカの勉強中がナスカのその英語のナスカのことについて書いてある長文を勉強英語で勉強するっていう。そう、2人はそのことは知ってたんですか、当時は。はい、もう作ったと。作ったのも知ってますし、うん、今でも、あのもうそれはもう今、2人一緒ではいないんですけど、うんうんうん、その同級生の男子が今でも喜んで聴いてくれてますね。うん、そうですか。まあ、これを機に、どうか彼女、昔の彼女も聴いていただければと思います。そうですね。はい、では、あの笹谷の歌で、ナスカの大空、どうぞ。「夢を」
はい、お聞きいただきましたナスカの大空でございました、はい、でもやっぱ曲が、うん、タイトルがナスカの大空っていうだけでも、はい、やっぱこう世界観は四畳半とはちょっと違う感じがしましたけどね、はい、モデルになったその同級生はいるのはいたんですけど、はい、これ実を言うとオーダーで、うん書き下ろしてるんです。あ、そうなんですか。こういうところで次演奏してほしいからそれに合った曲って鹿児島で吹上浜の砂の祭典っていうのがありますけど、はいはいね、そこに出演するために、うんうん、そんな感じ の、 そういう場所で演奏できるような曲っていうのも一つありまして、あそれだから広がり感が、ねはい、ありますからね。やっぱりもう外で、うん野外で歌える曲っていうことで書いたもんですからきっとだからそれも感じていただけているのではないかなと、うんうんうん、あそういうことですね、はい、あ分かりました。まあ、ナスカの大空でございました、はい、今回のこの腐った みかん の、はい、選曲というかまあ今笹井はどれくらいレパートリーがあるんですかね。まっすぐ出せるのがもう弾き語りレベルでライブで出せるのは40ぐらい、はい、40ぐらいあったんですよね。そのあった中で今回まあ10曲ぐらいにまとめていくっていう、はい、その作業はどんな風にして進んだんですか。結構悩みましたけど、うんうん、偏りがないようにライブでいつもやってるやつを集中させちゃうと、うんうんうん、また次とか次の次とか困るし、うん、もう色的にもなんか濃すぎるしっていうことで、うんうん、まずそれを気をつけたことと、うんうん、あとはその結局そのアレンジをずっと作っていくということを考えたら、うんはい、そういうリズムとかを入れやすい曲、うんはい、バンドサウンドになりやすい曲っていうことが一つと、うん、あとは自分はずっとキャリア的に弾き語りだったので反対のことですね、はい、弾き語りでやってますよっていうのが伝わるような曲っていうことで、うんうんうん、中心になるこういつも歌ってるような曲をちょっとわざと外したりもしてはいるんですけど、うんうんまあ、僕もねライブでいつも聴いてるのももちろん入ってましたし、はいはいまあ、当然ライブで聴くのはまあ10曲、はい、15曲ぐらいだからそんな多くてもですね、はいはいまあ、そのバランスでいうと代表曲っていうか自分がいつも歌い込んでるだけじゃなくてそれの違うパターンまたずらした感じでも入れてますね。弾き語りでもないバンドっぽいノリの曲も入れて作ったっていうことですね。まあね40の中から選ぶっていうのは最初からいきなりベストアルバム作るわけにいかないので、はいまあ苦労されたわけですけれど、最初その高校が変わって玉林高校のあたりから本格的に始めたっていうことだったんですが、はい、影響を受けた一番最初の頃、は誰ぐらいから入ったんですかね。もうそれはもう当時アコースティックギターを弾く、うん少年たちはもう長渕剛さんです、ね、鹿児島です、鹿児島です。長渕さんでございます。長渕剛さんを練習しとけば、うん、もうあの人って、うん、あの人って、うん、失礼な、うん、言い回しな、はい、あの方を練習すれば大体のテクニックは入ってるんで、うん、それぐらいいろんなことを、ねうん、僕らに伝えてくれた人ですもんね。フォークギターに関しては、はあ、当然そこからまあ、はい、多くの鹿児島の人も入るわけですけど、はい、それからはどうなりましたか。その後はやっぱり尾崎ですよね。尾崎と、まあ、むしろ尾崎を聞いて、はい、尾崎も弾けたけども練習の材料は長渕さんみたいな、うん、でも尾崎に影響を受けすぎちゃって高校まで辞めちゃいましたんで。あ最初のさ、そうか最初のを辞めたっていうのはもう尾崎豊のもろ影響もう影響を受けた人はもう山の数ほど言いますが、うん、学校まで辞めるのまで影響を受けたっていう人は前ね聞かないですけど窓ガラスは割らなかった割らなかった。いやいや割ってたんじゃないかと思いますが逆にもいろいろ事件がありましたからね、あれは多分ささやんじゃないかと思ってましたけどまあじゃあ尾崎豊、中渕剛その辺の子を受けて、はい、そこから後はないです。そこから後はもういろいろですかね、音楽やるともう
やっぱり福岡のバンドとか好きでしたよね、うん、あのロックバンド、あザ・モッズとか、あモッズ、モッズの前は甲斐バンドとか、甲斐バンドは僕らも一緒にライブやってですね、はい、鹿児島でもやって、はい、僕らも昭和に行ってましたから、はい、一足先に僕らの方が行ってたんですけど、はい、でまああの本当は甲斐バンドの前にですね、チューリップの後の空間で、はいはい、あのいいバンドがいたんですよ、はい、でその辺と一緒にやってて、その辺の一番順番から言うと、はい、一番下の方に甲斐バンドは実はいて、はい、あのこの上の方のバンドが先行くなっていうのは2つぐらいあってですね、僕的には、はいはい、そこじゃなくて決まったのは甲斐バンドだったんですよ、はい、で甲斐バンドが、あの甲斐バンドがまさかその行くとは思ってなくてですね、当時、はい、鹿児島に呼んで、昭和 の、はい、あのミュージシャンとライブやりたいって言って、はい、呼んだのが、来てくれるってことになったのが甲斐バンドだったんです、はい、だから僕らの前座が甲斐バンドだったんです、はい、ほらほらで、そしたらステージが始まったら、はい、あの僕らメジャーデビューすることになりましたといきなり言われてですねもう全部持っていかれましたね、その時のライブはもうキャーキャーそこから始まりましてですね、甲斐さんはしたたかですね、まあ、でもあの嬉しかったですけどね、仲間で、ああメジャーに行けるんだっていうのは嬉しかったと思いますが、でも笹谷もそうですね、ここの年でこう出したっていうことは、はい、まだまだ音楽諦めてないぞっていうか、ここからまた新たにスタートするんですかね、笹谷の人生は。ですね、あの、うん、51で発売できましたんで、うんうんうん、人生100年の後半はちょっと音楽中心の暮らしをできたらなという希望もありまして、なるほど、はい、まあね、人生100年時代のちょうど51年で、はい、まあ、まあ最初の前半の、はい、をまあ一応50代でなんとかアルバムにはしたと、はい、でまあそれをこうまあ最初の糧としながら、ここからまた次の、はい、あちょっとね、今日はギターも持ってきてますから、ちょっと弾き語りもね、ここで、あのもう CD はね、いつでも今度は聴けるようになりましたからね、ちょっと聴きたいと思いますかね、チューニング大丈夫ですかね、はい、じゃあ、タイトルは何ていう曲ですか。約束の海という曲、約束の海ですね、アルバムにも入ってるんですけども、今日は弾き語りで、はい、それでは笹谷の歌で弾き語りでお聴きください、約束の海どうぞ。「二
二人の影に陰りなどないんだ。夕日が全部沈んでしまう前に僕はもう一度君のエースを見てるんだ。日めくりをめくってた風に睨みを聞かせてた。少しだけ明日から君の方を優しさに甘えてようかな。素晴らしい。ささやの歌で約束の海を弾き語りで生で聴いていただきましたが、いいですね。ギターもいいですね。ギターこれはですね、はい、あのヤマハのギターなんですが、はい、あの自分が初めて曲を弾けるようになった、はい、曲を作った、うんうん、当時のモデルなんですね。手放しちゃったんで、はいはい、それをずっと探し求めて、ほうほう、去年一昨年手に入れて、もうほぼほぼもうこんな綺麗な状態なんですけど、ね、それも保存が良かったですね。はい、これね、これはどっか石川県の方で方からのあれでしたね。これはしかしいいですね。これは保存状態が良かったですね。はい、そうです。で昔のあの合板のやつってもう、うんうん、今ぐらいになるとしっかりもうまとまってて、はあはあ、逆に音良かったりしますね。はあはあ、いや、いいですよ、ね、もう、ま、真面目に作られて、もう作りもしっかりしてますし、はあ、僕も今ヤマハですけどね、やっぱりいいなと思いましたね。こんなんないですからね。いろ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 ですね、手は入れたんですね。はあ、あ、そうですか。こことこことかですね。はあはあはあ、なるほど。人工のタスクっていう材料に変えたりとか、まあ、色合いもね、ちょっと良くなってきて、ちょうどいいですね、これね。ですね。これはちょっと、もう、あの自分の初心に帰れる、うん。そういう気持ちもあってね。はい、うん、それ一番大事なことで、初心、まあ、忘るべからずですから。はい、あの、まあ、それで、はい、今回、まあ、ちょっと言えばコロナ禍でもありそうな時、はい、ここで、まあ、さっき言われた一つはその人生の節目があって、はい、50までにという、まあ、それが一つあって、まあはい、あったということですが、他に、まあ、今回この作ろうといったきっかけみたいなのはあったんですかね。うん、あのやっぱりコロナですよね。 あまり言いたくないんですけど、うんうん、その自分が働いている職場も飲食で、うん、とてもしんどい状況でした。うん、であとライブ活動もいろいろ制約があるし、うん、で、あ、であればもう CD を作ってみんなに聴いてもらおう、うん、ライブできないのなら、うん、あと一つはもうリスク、その作ったらたくさんなきゃいけないとか、うんうん、一回 CD 作ったらたくさん人集めてイベントやんなきゃいけないと、うん、あるんです、うん、あったんだけども、うん、あの今だったらこじまりやっててもいいので、うん、そうですね、外れても外れた感出ないじゃないですか。うんうん、そうですね、まあ、責任追及する人もいませんしね。そうですね。だから、うん、あの人数少ないイベントだけどこれはいろいろ気使ってそういうことになってんだろうとか、うんうん、あとな CD なかなか売れない、ね、売り歩けないからもうコロナでとかとか、いろいろと、まあちょっと言い訳もできるかなと。まあそういう意味じゃコロナがね、はい、コロナのおかげとは言いたくはないですけど、はい、でもね、背中を押してくれたっていうか、ね、この作った感って、うん、多分世界中のミュージシャンがライブできなくなりましたから、
なんかね、リモートでとか、あの CD 作ったりとか、作る側はね、別に困らないし、僕らね、ライブができないだけですから。それじゃあ、ササヤンの背中も、少しコロナが押してくれたかもしれませんね。そのチャレンジしていける、できるなっていう状況ではありました。なるほど。まあ、そういう意味でも、じゃあちょっと弾き語りを聞いていただきましょう。はい、お送りしてまいりました。佐々木悟特集でございますが、はい、第3部がいよいよ最後ということになりますけれど、はい、ちょっとまた制作の時の話になりますけれど、はい、まあ、先ほどちょこっと出たその東野さんをプロデューサーにして、はい、東京で録音というか、はい、大体期間をいつぐらいからいつぐらいでやったんですかね。僕が向こうに入ったのが3月の23日、はい、もうちょうどその緊急事態じゃなくなった一瞬の隙間に行きまして、うんうん、あ、なるほど、うん、でそこから6月の3日にマスタリングに遅れたという、結構かけたちはかけた。3月23だから4月23、うん、5月23だから60日、70日以上ですね。80日ですね。だいたい3ヶ月近くかかってぐらいですね。はい、あ、まあその、はい、作業的にも、うん、まあ、時間かかったっていうのもあるんですが、その、はい、東京で録音するっていうきっかけが、うん、東野くんのお母さんがちょっとコンディションが悪くて、あ、もうステルス性の胃がんで在宅で、うん、見送るっていう選択を彼がしてたもんですから、うんうん、そういったことのお手伝いもしながら、うん、その自分らが録音している2階の東野くんのスタジオの1階にはお母様がいらっしゃって、うん、で、まあ、お母様のことですとか、まあ、いろいろそのお手伝いもできたんですけど、うん、まあ、そういったようなことで少し期間的には、まあ、長い期間をかけることができたという感じ。まあ、それはだからまあ、お母様もそうですけど東野君も素晴らしいですね。はい、やっぱり今ですね、はい、もう全部こう週末っていうか、はい、もう最後になると、はい、まあ、病院に行って、はい、それはまあ僕も一言じゃないですけど、はい、こう結局親を見るという時に家で見るというのがやっぱりこうそういう時代じゃないかと思うんですよ。もう、はい、もういいでしょうと病院に行って、うん、最後は病院って言うとそれは楽ではあるんだけれど、うん、なんかそれはあったかいものを感じるし、はい、なんか僕らがこの随分30年ぐらい忘れ去っていったことじゃないですかね。はい、まあ、僕その若い頃、はい、彼がメジャーでガンガン売れてた頃、うん、はい、自分も東京にいたことがあるんです。うんうんうん、その時に貧乏な自分が、うん、その東野のおふくろさんに、うん、ご飯食べにおいでって、あとちゃんと食べれてないでしょ、うんうん、みたいな感じでお世話にもなってたので、うんうん、で東野くんがそういう今そういう状況だからって、うんうん、教えてくれたので、じゃあお手伝いもできるしレコーディングもできるならっていうことで、だからもうお母さんがもう一回我々をくっつけたような部分もあります。うんうん、だから本当はもう残念ながら4月の末に旅立たれたんですけど、うん、ただもう存命、うん、ご存命のうちにできればなとは思ったんですけど、うんうんうん、今ちゃんと写真の横に、うん、置かせてもらってはいるんですけど。なるほどね。でもね、ずっとその最後のレコーディング完成するまでね、はい、見ておられたと思いますからね。はい、まあ、でもそれはまあ東野さんもすごいその親孝行が最後にできたと思いますが、はいはい、笹山もそういう思い出がある、はい、ね、こう面識のある方とできて、それが記念すべきアルバムだったっていうのは、はい、まあ、いいですね、それね。もうだから自分も自分の親もまだ健在なんですけど、うん、見送るというすごい、うんうん、なかなかできない経験を、うん、も今回お見送りという経験もさせていただきましたので、うんうん、はい、頑張ってこの CD は、うん、もうより大勢の人の元に届けたいなっていう気分は強くなりました。そうですね、うん、もうやっぱそれも
あのストーリーを作るとかという話じゃなくてですね、はい、やっぱり結局こういうのは自然のことなので、はい、そういうことができたということはやっぱりね、はい、2人プロデュースしてくれた東野君にとっても、はい、あの笹谷にとっても非常にその大きな思い出のアルバムになるんじゃないかと思いますし、はい、まあ、それをねきっかけにずっとこれから、まあ51歳からの第二の人生ですから、長いですからまだずっと歌い続けていただきたいと思います。まあ今日は最後になると思いますけれど、あの君と口笛っていう曲で最後ですか。これどんな曲になりますか。これはですね、はい、うちのお兄ちゃんが自分にいろいろ影響を与えてくれた、さっき、うん、長渕剛、尾、うん、崎豊、うん、佐々木円っていうのがうの兄がいるんですけど、お兄ちゃんが、うん、お兄ちゃんが結婚するっていう時に作りました、うん、あ、そうですか。実はブライダルソングです。あ、そういうことですね。じゃあすごい人と並べましたが、長渕剛、尾崎豊、佐々木円その佐々木円さんの、まあ、はい、記念ソングですね、そしたらね。じゃあそういうことで、ちょっと聞いていただき、最後に聞いていただきたいと思います、はい、佐々木悟の歌で君と口笛、どうぞ。口笛お聞きいただきました、もういよいよお別れということになりましたけれど、笹谷のこの最初のファーストアルバム、はい、これ
ちょっと冒頭で言いましたが、購入されるときは検索されるときは品川玉流でも行けますね。東の隅田でも探せます。東の隅田がここで行けると、この2つ目と、はい、あと佐々木悟腐ったみかんでも、うん、その通販サイトには行くと導かれるということが今分かってます。で、はい、あと8月以降は、うん、タワレコードさんの方でもお買い求めいただけることになっております。なるほど、はい、では皆様ぜひまた笹園の佐々木悟の腐ったみかん、はい、ぜひよろしくお願いしたいと思います。今日はどうもありがとうございました。とても楽しくですね、ベラベラ喋りすぎちゃいました。いやいやいや、そんなことはないですけど、はい、玉流時代の思い出もこうね、はい、僕も思い出しましたし、はい、東野さんとの関係も、はい、今日初めてよく分かりましたので、はい、頑張ってこれから本当売り切って本当にいただきたいと。遠い道のりだとは思うんですけども、はい、ぜひまた2回目も近いうちに、また全国デビューあったら、はい、またそのプッシュの兼ねて、はい、まだ残りの曲もいっぱいありますから、はい、また来ていただきたいと思います、はい、今日はどうもありがとうございました。佐々木悟腐ったみかんでございます。よろしくお願いします。